ずいぶん寒くなりました。今朝ちょっと小雪がね、ちらついてました。まあみんなは知らないんですけど、5時に起きた時に濡れてました。雨降ったのかなと思ったら、あのヘッドライトにこうにふわーって、霧じゃなくて、あの雨じゃなくて、ふわーって落ちて、待ってる時はね雪なんだけど、下に落ちると気温が高いせいで、あの溶けちゃうのかと思ったんですが、いいよいいよ、もう間もなくね日中に初雪が降ることはまあ間違いないなと思います。今日寒いです本当に。そういう寒い日に、曇りで非常に午前中はですね、過ごしにくかったんです。ちょっとあの太陽が出てきて、明日ちょっとね天気いいとありがたいんですけどね、久しぶりのお休みでやることが満載で、これダメ降っちゃうと困るなと思ってたんですけど、さっき、お昼から帰ってきましたら、あの福島県のね、相馬市、から酒井さん、ね、いらっしゃってありがとうございました。あのお土産に素敵なね、なんか初めて見るちょっと変わった日本酒をいただきます、大切に味わわせていただきます。今日はね、ちょっとね日本海の方に行くんだなんておっしゃって、今ね、車で、走り去っていかれましたけれどもね、ありがとうございました。30万キロを超える BH、ね、自分がもう乗れる間ずっと乗りたいと。で、この車に乗ってるうちに中津スバルに来てみたかったとおっしゃってね、大変光栄です。ありがとうございました。楽しんでいただけてよかったです。いろいろその方も五速マニュアルの NA に乗ってらっしゃってね、マニュアルミッション車も上手に乗ると本当耐久力ありますからね。でこの一つ前のレガシーでいらっしゃったわけですけども、これはちょうどよく似てて、その今の酒井さんのレガシーは BH 型3代目レガシーのビッグマイナーチェンジの後のもの、いわゆる3キーズレガシーと、ナンシー・ロペスがね、キャラクターだった車になりますよね。それに乗ってらっしゃった。でこれはですね、4代目レガシーのビッグマイナーチェンジをした後の車、なかなか僕このダイヤモンドグレーという色が好きでしてね、非常にこの清みのある、特にこう夕日が当たるとね分かると思うんです、セクシーなね色合いなあのグレーなんですけどもね、このタイプになるとですね、ここにポップアップ車がつくんですね。ちょっと見てください、ね、ポップアップ車ね、これ自分にかかるからな感じの、そういう代物でしてね、かっこよかったですよ。ここが出ましたよ ね。今あのウォッシャー液がですね、これ空になってるんで、液体は出ませんでしたけども、ウォッシャー液ここから入れるとですね、満タンになるんですけども、ポップアップしてピューって水を出す、S402 が出た時にこのヘッドランプになってからね、デビューしていてかっこいいなと思ったんですけど、この頃までですよね、透過機にお金かけてたら ね、ものすごくそういう意味では今もかけてるんですよ、かけてるんですけど、その一歩先へ一歩先へと言ってたので、この後ろをね、最初のも僕好きなんですよ、最初のやつも好きなんですけど、これはちょっとね、このあえて光り物と弾をね見えるようにしてるんですけど、これもっとお金をかければ
そのデビューした時のやつを上回るやつになったのかもしれませんね、逆に、うん、これはまあこういうところとの整合性をこのメッキでねあえて出したんだと思うんですけど、一発目が良すぎたんですよね。まあ最初はねなかなか受け入れられなかったんですけど、要するにレガシーってここがつながったんです最初から赤くね。でそういうのじゃないとまあ韻を踏まないみたいなところがあって言われたんですけど、僕はこれ非常に好きでね。でこのもっと言われたのがね、玉が切れてるっていう人がいてね、なんで玉が切れてるかって、このバックホグが表示になってますよね。でこうなるわけです。ちょっとやってみましょうか。ね、玉切れしてる。これも LED にするとかっこいいんですよね。玉切れしてる。おじさん、ね、これでね、まあ意味が分かっていただけると思うんですけど、ここもね贅沢なっていうか、まあ本当にね非常にね分かりやすくてね、オプションだとかそんなこと言わないんですよ。全部こうなってましたからね、すごくいい。こういうことはね説明すれば分かることなんで、こういうねことをもうやってたっていうところがこの車のねいいところですよね。本当にいいところですよね。で別の話ですけど、こいつをねアホみたいにね夜つけてるやつがいるんで、少なくともスバル乗りはねやめてください。霧が濃い時だけ。この間もねどこのバカだと思って近寄ったら XV だったんで、うわーって思ったんですけど、もうねここかここにもある。もうねこれは本当イライラしますよね。ね、でも霧が濃い時にこれつけてると安心なんですよ。特に中央道の松川あたりはね、ものすごい濃いが霧が出るので、ああいう時にこれつけておくと追突されないですからね。要は突然前に現れてうわードーンって、ね、なるといけないんで、こういうのがあるんですから、ね、普段はつけないようにねということで、いろいろ文句を言って申し訳ないですけども、今日はね、この素敵なね素敵なレガシーにね乗ってね、今日はもういつものとこ走りますね。川べりの道路をビューンと走って、今日実はまだねもう一つ乗らなきゃいけないんですよ。明日もねフォレスターのねスポーツのねSDA スポーツ、フォレスター SDA スポーツのね白を借りてあるんでね、そいつもね乗らなきゃいけないんですけどね、なかなかね、やっぱり時間が取れなくて、どうしましょう、やっぱりね、怖い、シコシート合わせながらね、へへへ、心言いますよね、オーブ、いい感じ、オーブ、グサ、グサ、みたいな、よし、さあ、このセクシーなね、あ、じゃあそういうことでですね、指導したいと思いますけれども、うん、このやっぱりプッシュスタートシステムがついてからっていうのが一気にですね、まあ例えばこの GRB なんかは全車標準になりましたしね。今も逆に言うとひねるのがね、カードが挿入されていました、キーをひねる車がなかなかなくなってきてるんですけども、これをねやっぱりこれからもですねキーをひねるやつがねちょっとあるとねなんか楽しいような気がするんですけどね。さあー出かけていきたいと思います。
すごい雪雲ですよ、あれ。雪雲ですよ、あれ。上の方降ってるかもしれないね、これ。雪がね。ここにね、あるのがね、S シャープのね、突然ね、この、狼スイッチって言うんですけどね、この SI ドライブが採用されてからのね、特徴なんですけどね、こう、まあ今、まだ温度がね、温まってないので、水温がね、やってもね、ビビッと弾きます。ね、これ。なぜかというとまだねおねんねしてますよと、過激なことはやめてねって言ってるわけです。でもうちょっとこう立って、水温計のねワーニング、青いね、水温計がついてるんですけども、水温計のランプですね、青いワーニングがついてるんですけど、今少しこう上がってきましたので、まあ、このあともうちょっと立つと青いランプが消えるんですけども、そのシャープの使い方すごくいいと思うんですけど、いわゆるこのねコンプリートにもねこれがつきますよね。 S4 のコンプリートね、ちょっと前にね最後 あの V シリーズにね、STI の S4 のスポーツシャープってやつがね、追加されて、最後の部品を変えたり、敷位置をね下げたりして面白い車になってるんですけど、そういったことにこの符号がね、使われてて、馴染みがあっていいですよね。こういう印はねどんどん残しておいていいと思いますよね。で今ねランプ消えたんですけどね、もうねちょっと下りでね意味のない、ここで使っても全然意味のない場所ですので、道路が混む前なのでいいかなと思ったら、ちょっと1台前にいますよね。行った。なのでね、ちょうどね矢印信号で右折できるシーンですね。ちょうどね、大越入るんだ。これはお忘れ向きですね。もうちょっとね、広いねところに行ったら、S シャープを使って。まあ、今インテリジェントモードでも全然普通の道路走るんじゃないですね、まるっきり必要ないです。このそんな半音を上げるっていうね、全く必要ないです。ところがですね、ちょっと広いところ行って伸び伸び走るときにね、そこに入れるとね気持ちがいいんですよ。何しろで、ここから
今ね、やっぱりね、相当これ制御変わりますよね。ルームミラー見てたらね、おー、すごい水蒸気が水蒸気がね、一気に出ましたね。すごいですよ。滋賀からね、太田さんもいらっしゃったんで忘れて、すいません、あのそれこそ珍しいお酒ありがとうございました。あの白いワインですよね、楽しみです。あの太田さん、あのまたねぜひいらっしゃってくださいね。まあ今大津でねメカニックのね仕事をしてらっしゃって、高山短大卒業されてね地元に帰られて、今日お父さんといらっしゃってね、いろいろといつもお気遣いいただいてありがとうございます。あの車検にね、愛機のインプレッサーのね、あのドイツの大御所 の, あのメカニックに、ね、なられたんですけど、愛機の整備をわざわざ持ってきていただいてありがとうございます。でお話ししてたんですけど、やっぱりね電気自動車の
中がね結構あるということでね、まあ、充電設備も会社として入れなきゃいけないでその工事が始まるっていうお話があったんですけど、まあ、うちもねソルテラが間もなくね、来ると思うんですけど、使い分けってやっぱりね全部電気っていうよりもこう使い分けしていくと面白い車だと思いますよね。でソルテラもとにかく来てすぐ大鹿村まで乗っていってですね、夏 の, あの暑い時に高速道路あのフェルディ Z とランデブーしたりしてですね、結構な勢いで走っていって、帰ってきてもうそれはギリギリかなぐらいに実は持ってたんですよ。あの実際400何十キロ走るっていうけどそういう乗り方するつもりで行ったの で, で山の高いところまで行って下手したら道の駅で充電しなきゃいけないから、でも充電がそこでできるからいいやって言ったんですが、なんとね行ってみたらですね、思いっきり走ったにもかかわらず遠慮なくして走ったんですけども、帰ってきてもですねまだ名古屋まで行って帰ってくるぐらいの電力に余裕があって驚いたんですよね。あ、なるほど、だからこう自信を持って商品化してるんだなと思ったんですけど、全部ああいう風にしちゃったらちょっとね本当にインフラ成り立つのかなというようなね気持ちがします。でうちはおかげさまであの電気自動車を全部否定してるわけじゃないので、あのステラなんかは電気自動車出すという時に早く出せばいいのにって言ってたらそれが頓挫してあのお蔵入りしちゃったんですけども、でステラのプラグインステラって呼んでたやつですよね、あれ の, あの充電をできるように200ボルトの設備を入れておいたので、当時ちゃんとした電気屋さんにそういう仕事を頼んだのでアンペア数とかはみんな計算して余裕のある配線をしてくれてるんですよ。なのでかっこいいこの、ねパナソニックなんて書いた充電 の, あのコンセントもあるんですけど、あんなんあの実は買う必要がなくって、今ある 200V の, あの口金のやつにピッてはめるとですね実はソルテラが簡単にあの充電できちゃうんで、まあうちとしてはうちっていうか僕としてはねあの先取りしてやっておいてよかったなと、今何のお金もかからないのでね、でうちは高速充電器を入れるつもりなんか全くありませんので、まあ、既存のものを使わせていただくとかね、緊急時は まあ、ある程度、ね、他 の, あのメーカーにも頼めば、ね、まあ、マークのあるところだったら充電できるわけで、あとは乗ったらですね繋いでおくだけですから、なんらあのそんな面倒なことじゃなくて 200V で一晩で、ま、ほぼ満タンになりますでしょ。まあ、そういうことを考えると無理に高い設備を入れる必要はないなと思ってあの導入はしないんですが、まあ、あの軽自動車なんかはあの電気自動車と整合性がいいとは言うんですが、言うんですけどね、その今思うんですけど、その感覚的に電気をあまり使ってないようにその思ってる人も多いかもしれないですけど、大体ですねあれイメージとしてですね、ホットプレート で, で、焼肉をフルにホットプレートをフルに使ってバンバンに焼肉焼いてる状態をね、一晩やるわけですのでねしかも200ボルトも、ね、そのねやっぱり電気を使ってるんだという、ねことを思ってあの充電しないとねあのいけないですよ ね, ね、なかなかねこれから先本当に一家に一台電気自動車となるかどうかっていうのはなんかちょっとは言うつば的なねところがあろうかと思いますけど、使い分けですよね。で、こういう燃料で走る車って電気自動車の方が速いんですよ。今あの電気でドーンと行く方が結局あのスポーツカーなんかびっくりするほど速いでしょ。で今度 STI もニュルブルクリンクを400秒で走るってね、400秒ってね、まあでもできないことじゃないでしょうね。ヤマハのモーターつけてスピードチャレンジするんですよ、まあ、森さんがねやってて、でもう目標
立てて宣言してる以上は絶対達成しなきゃいけないんで、やれる目標があってそれを必ず超えられるっていう、そういうギリギリのところがやっぱりセットしてるはずなんで、400秒ね、この内燃機のある車では、今のスバルの車ではどんなに頑張ってもその壁は破れないんですけども、RE でしたっけ、あの車ではそれをねやるって言ってて、本当電気自動車早いですよ。ソルテラびっくりしますよ。ソルテラに乗るとですね、既存のそのフェアレディ Z が、ね、ちょっと足方見た車だったんですけども、道開けてくれましたからね、最後の道開けてくれました。それが早いです。で、まあ、そういう快感っていうか、うわーって速い快感と、さっきのこの車でこの S シャープをギュッとしてふわーって感覚って違うんですよ。違う。で、やっぱりあのモーターブーストと燃焼系のブーストはですね、雰囲気がですねやっぱり違うんですね。あのモーターのブーストも面白いです。ドーンってありますんで、ドーンで、この間話したようにあの STI でね、e ボクサーやるときはね、電池使い切りモードキューみたいなねやるのをねやるのがね面白いと。そういうやんちゃな車もねいいんじゃないかと思うんですけど、ね、それはそれでありだと思うんですけど、この最初のね頃のこの SI ドライブのねこの表現の仕方がね、なんとも素敵ということで、今日はこの辺でね終わりにしておきたいと思います。どうもありがとうございました。